ウェブサイトに、それぞれ作者のウェブサイトに非常に充実したチュートリアルが用意されていますので、独学で解析することも十分可能です。で、次が、ショットガンメタゲーム解析の情報解析についてです。ショットガンメタゲーム解析は、通常のバクテリアゲノム解析と、右側に示したようなワークフローが似たような情報解析のステップを踏んでいるように見えます。やられたリードをアセンブルして、コンティグを作って、コンティグから遺伝子を予測して、予測された遺伝子の配列を、配列類似性検索をしてあげることで、各遺伝子の機能を推定すると、さらに系統も推定するというような手法になっています。ただ、アセンブルや遺伝子予測などの各ステップで、メタゲノムは独自の特徴、例えばリードのカバレージやコドン使用頻度がコンティグごとに大きく違うというような特徴を持っていますので、普通のバクテリアのゲノム解析で使っているソフトウェアとは異なる、メタゲノム専用のソフトウェアを使う必要があります。そこに注意する必要があります。また、メタゲームの場合、アンプリコン解析と違って、群衆の系統組成を推定する方法には、系統マーカー遺伝子を使うやり方も当然あるんですが、リードすべてを使ってマッピングするようなやり方だったり、リードの中の一部の領域を使って、これ、ケーマー組成と言いますけども、そのケーマー組成を使って系統アサイメントをするようなやり方もあります。さまざまなものがあって、自分の目的、ゲノムが決まっているものだけに注目したいのか、それとも系統マーカー遺伝子のデータベースを使ってより広い系統を見たいのかっていうようなことだったり、あとはサンプルの数、これは計算量に関わってくるんですけども、サンプルの数にも注意して、どの方法を使ってメタゲノムの系統アサイメントを行うかっていうのを決める必要があります。で、それぞれにもう非常に使いやすいツールが出ていますので、自分でこれらを実装する必要はあまりありません。各手法の特徴っていうのをよく知った上で手法を取捨選択する必要があります。一方で遺伝子機能組成については代謝経路をもとに議論することがほとんどですので、KEG のアミノ酸配列データに対する配列類似性検索を利用した遺伝子機能組成の推定方法というのは非常によく使われています。KEG の場合ですと、KEG オーソロジー、KEG モジュール、KEG パスウェイといったような遺伝子機能の単位で整理していますので、それに各アミノ酸配列データが各 KEG オーソロジーの ID だったり、KEG パスウェイの ID が紐づいていますので、配列類似性検索をしてあげれば、自分が興味がある遺伝子っていうのがどういう KEG の機能に属しているかっていうのを知ることができます。メタゲノムの大量の配列の系統推定や遺伝子機能推定には配列類似性検索が使われますけれども、配列類似性検索で一般的によく使われているブラストですと、さすがに時間がかかりすぎますので、最近はダイヤモンドだったり、MM6-2、ゴーストなど、ここのスライドに書かれているような論文、結構最近出た論文がほとんどですけども、ここで紹介されているツールが、より高速で、かつ、ある程度遠い配列も探せるツールですので、これらが使われることが多いです。ただ、これらのツールは、早い代わりにメモリを大量に使いますので、そこに注意が必要です。で、メタゲノムでは、左側に表しているような、リードをアセンブルしてできたコンティグから遺伝子予測して解析するやり方が一般的なんですけれども、右側のリードをアセンブルした後に、コンティグをビニングという操作で系統ごとにまとめてあげた後に解析するというやり方も使われるようになってきています。ビニングは各コンティグの連続塩基組成だったり、存在量の群衆中の存在量の情報を用いて、メタゲノム由来のコンティグを同じゲノム由来のコンティグに分けて、その上で解析をするというやり方になっています。つまりは、遺伝子組成のようなメタゲノムデータの全体像を議論するのではなく、優先系統のドラフトゲノム配列を抽出して、各ゲノムが持つ機能について議論したいような場合に使うようなやり方になっています。個々の微生物について興味がある場合に使うやり方ですね。以上のように、メタゲノム解析の情報解析は、アセンブルをする方法だったり、アセンブルした後にビニングをする方法、リードをリファレンスゲノムにマッピングする方法、リードから遺伝子を予測して解析する方法など、様々なやり方がありますので、
アンプリコン解析のようにスタンダードな統合解析環境が存在せず、一般的に情報解析の難易度は高いというふうなことが特徴になっています。で、メタゲノム配列というのは、まあ、論文化する際に配列データを DDBJ などの公共の塩基配列レポジトリに登録する必要がありますが、DDBJ などでは系統組成や遺伝式の組成のデータは登録されていません。そのため、いくつかのメタゲノムデータベースでは、それらの配列データから独自に系統組成や遺伝式の組成を計算して公開しています。この表で4つデータベースを紹介していますが、これらどれもそのような機能を持ったデータベースになっています。